え、これ何チャンネル？コントレストミヤキチャンネル。これ B BTS。 あ、これもう BTS ミヤキチャンネルだよね。そのメイキングですか。ひょえ。でもちょっとあれだな、ちょっとあのプレッシャーなのよ。今までの看板が峰竜太さんやったけんさ、その代わりに俺らってBTS 宮城さん大丈夫かなと思って頭どうかしてるよ。いやどうかしてるよ。だって普通次のさボートレーサーとかに行くわけじゃん。いや本当ですよね。普通やったらまたなんでここでコンバットな追加を全然次俳優の峰竜太さんに行けばいい。確かに。それ気づいてくれますか。いや前の看板を知ってる人じゃないとね。ね、そうそう。すごいちっちゃなボケですね。そうだね。宮城の大スターになるぞ。だってあれでしょ、その BTS 宮城の看板はいくつあるんでしたっけ、そのなんかあのね何キロ先ですよとかそういうやつですよね。そうですそうです。ここを設置したみたいな。LED ビジョンとかもあるんで。やばくないですかそれ。やばい。宮城の観光大使にぜひ。そうして役場の方に言ってもらえないと。本当だよ。それはいやいや、なんすかじゃない。じゃそれは違うのよ、また役場の方に。ちょっともう全く。もう宮城とつぶつぶでやらせていただく。宮城のこと何も知らんでしょう。ボートピアしか知らない。僕もそうなんですよ。そう僕も BTS しか知らないですよ。宮城初心者なもんで。他も知ってくださいね。観光大使を狙うロケしましょうか。いいよ。宮城市を紹介してもらうみたいな。ああ、でも面白そうですね。あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。見えとるよ、ぽんちゃん。なんか見えとる。52歳のパンツ見えとる。いやなんか上げられてるか、なんか遅い遅い。みんなはつけられてるんですかね。スタジオの時だけ、テレビの時だけ。あ、つけてた。あとで、あとで消して。なんか、肌がない。そんな感じ。髪の毛ってなんかつけられます？もしあれだったら、ジェルとかワックスあるのは全然いいし。大丈夫ですか？はい。ああ、そういうの面白いな、本当に大体でも同じようなパターンを一瞬でその先のやつでカメラの目線で、はい、手をこれで持って、はい、はい、あと笑顔のやつもこれでもらえますか。あ、いいですね。かわいい、めっちゃかわいい。どういうの、同じのあれですよね。楽しそう。暑いですね。真剣なやつと、めっちゃ笑顔の、そうですね。優勝も減った。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。もう一回やっとるの。ありがとうございます。遠藤恵美です。ありがとうございます。カラテバージョンの宣伝。ありがとうございます。遠藤恵美です。遠藤恵美です。顔を左手でいきましょうか。ウリュウマセウジです。ありがとうございます。宇宙行く前明後日しますね。それに敬礼ですかね。そのままカメラ目線のやつを選ぶの。かわいい。腰今日さっき話そうすよ。さっき一回も言ってなかった。ああ、頑張れみたいな。もうなんか考えられるポージングやっていただいて上手でしょうか。あ、いいですね。真剣なやつと、あ、とめっちゃ笑顔のやつも、はい。こっち向いた。今行こうか。ナイスですね。ナイスですね。あ、そっちもね。もうちょっと近づけていいか。い
今からカメラさんとファイトしましょう。ファイトしないで。誰かのあれです。これであるだけでそんなに明るく。あ、逆こっち振り、うん、そうそうそう、うん、うん、ですかね。はい、はい、大丈夫です。うん、赤はどうするんですっけ。いや、もう黄色でいきます。黄色でいきます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。身長が重いぐらいやから。身長が変わらないんだよ。これ漫才コンビでやった。もうちょっとあの M1 出るやつよ。M1 出るやつ。 M1 出るやつ。 M1 も2号手5号手です。 M1 も2号手5号手です。さあ、なんかその新人女子です。2人がグッと肩とかを乗せてやるとかの、あ、そうです、絡んでるやつ。あ、いいですね。偉そう。怖いやん。そうですね、あ、いいですね。それで両脇で手でガッツポーズ2人でいくんです。あー、いい選手です。あー、いい感じですね。と真剣なやつも。おー、すごい。あー、いいですね。いいですね。おい、いいんじゃないですか。かっこいい。これ何使うの。めっちゃいい。これ使わない。これで言うのも出ましょうよ。これください。これください。ねえ、めっちゃ面白い。僕インスタ載せますわ。どういう、これいきますよ、看板。2号手5号手全然いいです、それでも。本当ですね、これ確かに。あ、看板いいのですね、2人。どうも、ニゴテゴ。どこか行ってくれ。全然疲れてないですけど。秒で終わりました。プロでしたね、でもやっぱり。いや、こんな早く終わっちゃうんですね。改めてプロでしたね。夏海がやっぱさすが慣れてる感じでしたね、なんかね。すごいペース。やっぱコンサートの時と違って皆さんがかわいい、いいってすごい前乗りました。そう盛り上げてくれて、なんかもうスチールモードになったのね、やっぱり夏海が、ね、いや、めっちゃ気持ちよかった。プレイボーイの撮影なのかな。そういう感じでしたね。めっちゃ楽しかった。よかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しみにしてます。ありがとうございます。ちょっとこれからも BTS 宮城チャンネルよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。漏れてるよ。あれ、ボートなんか夏海さんがボートレースの CM やってるみたい。ねえ、俺が中村獅童に見えるよ。いいよ。コンさんも漏れてます。漏れてるね。かっこいい、かっこいい、かっこいい。なんかこんなでかいんですね。うわ、恥ずかしい。恥ずかしいですか。恥ずかしい。やめてください。もう私です。恥ずかしがる。やばー、夏海さん、もうボートレーサーやね。すごい。マジボートレーサー。すごい。なんかいいコンビですね。コンビやな。コンビやな、俺ら。コンビって感じやな、これ見たら。こんばんは、漫才です。そうなんよ。この衣装で漫才してそうなんですよ。そうだよ。そう。本当そう。
焼き、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、いい感じです。全然大丈夫です。またすごい、あのよりによって僕が困り顔を僕が決めてる顔じゃなくて困り顔ですよね。そうなんです。嬉しい、名前がありがたいね。いや、来年からピーちゃんが入る。入りました、ね、真ん中に、ね、真ん中にね、高いところに、高いところ、今からでも相当に出ます。ピーちゃん入ってもいい。いや、全然本当に多分、ね、タイミングでもうちょっと早かったらですね、全然一緒に撮れてたんですけど。じゃあ今度ピーちゃんもお願いします。今度、はい、3人で、はいはい、ここ入ってね、ここ入ってね、そう、で、2人でこうね、今度こうなるね。はい、いいね、なります。来てください。これ何箇所あるんでしたっけ？まだ1箇所なんですけど、随時変更していく予定です。いろんなところに。だいたい鳥栖付近ですかね。鳥栖付近ですね。BTS 宮城さん、鳥栖付近で見ることができます。ぜひ見に来てください。うわー、びっくりした。これびっくりや。